なぜかあのタロの幼稚に泊まってる人のアイコンがあれだって。すごい朝日がなんか描いてるし。カットしたんだね。エビがすごい大きい。仕事できてた。そこがめっちゃ綺麗、あの五重の塔みたいな。面白い。なんで撮れなかったの？それは分かんない。このカメラいろいろね。撮ってあって、その上でまああれがあるんです。すごいね。これも入ってる。
どうしようてか踏みすぎてないね、こんな人いる。ほぼ消臭。立ち食い、うん、ここ立ち食いのこういう寿司屋、ああイカニカンのこういう感じ、行ってみる、イカじゃなくていい、いいよ、結構でケチなカレーじゃ捨てた方がいい、そうしよう、ドブ、まだドブなのか、乾杯する、乾杯しよう、いいな、中心です、ちょっと、彼女が食べなさい、お腹いっぱいらしい、いい、はい、上だけでも大丈夫です。上だけでも高いんじゃない？上だけで。腰に弱い。だって寝たい人だもん。彼氏しただけ。しただけ。じゃあお肉いらない？全然いる。一貫で。一緒お腹いっぱいなのかなって思ったんですけど、うん、彼女いっぱい食べないと大きくなれない、これ以上大きくなっちゃったんだね、はい、うん、
場合は誰かしら生きてくれてるから生きてるだけで、こっちから基本的にはあの設置場から切りやすい。こっちで人は倒れていくんです。いいじゃん。でも今日結構楽しいんじゃない？映像的に。うん、まとまりがありそうな気がする。